はい、ワッキーカイヤマのファニーガチャのお時間でございます。このコーナーではガチャガチャカプセルトイ保有個数10万個ガチャガチャの本5冊を書き上げております。私ワッキーカイヤマが女性やお子さん家族で楽しめるガチャガチャを毎週一種類紹介するコーナーです。ソイチカです。素敵なまたねお召し物、なんか給食のおばちゃん。いや俺はエリザベス女王が来てるよ。はい、さあ行ってみようね。はい、100円券もいただきました。山形のご当地ガチャガチャをね、はい、用意いたしましたんで。あ、かわいい、ちっちゃい。ちっちゃいですけどね、はい。お、どう？あ、白い袋。入ってますね、はい。もうさす、あ、それまだ開けないでね。まず何か、ね、何かね。もう僕の方から紹介しますか。はい。今回はですね、以前ツイッターの方でも番組にね、情報いただきましたけども、はい、おみくじと書いてあります出羽三山神社のガチャみくじでございます。お、おみくじなんですね。はい、私神社の方に行ってまいりまして、はい、引いてきました。はい、で今回一応僕もね引いてきたんですけど、これみちかのやつはもうみちかのことを思って僕回してきたんで、中開けないでって言ったのは見てないですから。だから本当にこの生放送で中身がわかるという。でこれプレゼントしますから。ありがとうございます。はい。さあ何でしょう、開けられる？うん、ちぎっちゃっていいですよ。はい、もうオリジナルのね合金のガチャガチャなんでね、非常に出来がいいんですよ。お、何ですか？これは、お、あ、これはですね、はい、ヤタガラスですね。ヤタガラス、はい、カラスのね、はい、合金でございます。ボタンみたいな感じでね。僕実はねホラガイが当たりまして、僕で大きさ的にね山伏かなと思ったんですが、これね、シークレットがあって、シークレットが五重の塔の金色バージョンなんですよ。欲しい。で今年は12年に一度の素敵な年なので、その年にですねこの金色の五重の塔が当たったらより縁起がいいんじゃないかなと思ったんですが、ヤタガラス、ね、いいじゃないですかね、鬼滅の刃っぽくてね。でこちら種類的にはですね、そのシークレットも含めまして6つね。で三神合祭殿の右側にありますですね、施設の中でこのガチャガチャが販売されているということで、はい、1回500円で。ちなみにね、みちかちゃん、おみくじがあるのよ。はい、うん、おみくじね引いてもらっていいですか。これですね。そう、これガチャみくじということで、オリジナルのこのね、アイテムもそうなんですけど、やっぱりガチャみくじですから。何でした？おみくじ。お、小吉。小吉、ああもういいとこじゃないですか。うん、小吉ということで、はい、みちかちゃんこれでいいと思います。はい。ありがとうございます。これプレゼントいたします。ありがとうございます。うちの娘も引きまして、なんと五重の塔が当たりました。これです。五重の塔もなかなかですからね、これね。すごい。黄色欲しいね。この出羽三山神社ガチャみくじ、うん、ゲット難易度欲しいくつですか？ゲット難易度欲しい3つでしょう。だって3度上がってくんだよ。まあ車でも行けなくはないですけども、3度上がれば星はいくつでも、はい、5でも6でも、はい、増えていくんじゃないかなとは思いますけども、まあでもありがたいですよね、こうやってね。だから情報をいただきましたけども、実際にガチャガチャ回してみると結構きちっと作られているので、コレクションアイテムとしても最高ですので、はい、あとやっぱね、一番旅の思い出になるからね。うん、このガチャについてはですね、ワッキーカイヤマの YouTube チャンネルでも紹介いたします。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。このコーナーでは取り扱ってほしいガチャガチャ、ワッキーさんへのガチャガチャに関する質問を受け付けています。はい、今週みたいにですね、山形のご当地ガチャガチャここにありますよとかですね、うん、こんなガチャガチャ回しましたよっていうね、メッセージもですね大歓迎でございますんで、メールでもツイッターでも OK でございます。 FM 山形のマジフラまで送ってください。ワッキーカイヤマのファニーガチャ、来週もお楽しみに。